これは上から国、福島県ですね、がどういう教材を出してきたかというのをアイコンでまとめたものになります。事故前にあったものが明らかに推進側に偏っていて、事故後ですね、もう使えないということで回収されました。その後内容を法制に絞ってですね、2011年ですか14年と出てきて、まあ、その2011年の内容がとても広かったので、県の教職員組合がやっている私たちが対抗する教材を出しました。まあ、それも言って、まあ、少しは効果あったと思うんですけども、だいぶマシになったものが2014年出てきたと。で、県の教育委員会はそれに歩調を合わせるように出していたわけですが、2018年、昨年出てきたものは、この以前のですね、ものに戻るかのような、ひどい内容になっています。で、この話をするとですね、いや、文科省の動画なんてそんな現場で使われてないんだからという話、意見も、たまにお聞きするんですが、これ私どもの研究室でやった、中学福島県内の中学校の理科の教員を対象にやったアンケートですけれども、2013年と2016年、教科書以外に何使ってますかという問いに対して、赤いところが文科省だったり県の教育委員会です。で、県の教職員組合だったり私たちのは緑です。まあ、明らかにですね、数が違う。半分ぐらい、50% ぐらいは、こういう文科省の福岡県の教育委員会の作った資料を使っている、まあ、ある程度オーソドライズされたものが現場では使われやすい、私たちのような対抗的な教材ってなかなか使いにくいというところがあるのかな。なので、まあ、この、現場でですね、使われているだろうということから、これに対して私の中の活動しなければと思っております。で、これが、昨年の、改定されたものですけれども、小学生用と中高生用が出ました。福島さんが直接お聞きされたようですけれども、約1億8000万円使ってですね、すべての子どもたちに送られていると。まあ、現場でストップかけたりというのもあるんですけれども、しかも予算上はですね、全員分が発行されて配られています。で、この新しい福読本をどういうふうに作っているか、これは文科省に実際、自分たちのウェブサイトで言っていることで、風評払拭、リスクコミュニケーション、強化戦略、これを踏まえるかということですね。で、大きく3つのポイントがある。まずは省出ての見直しということで、前半後半入れ替わったんですね。2014年版は福島事故から始まって、その後後半に復興支援団というのが入れ替わって、法制での内容から入って後半に福島ということになりました。から2点目はいじめですね。これをフォーカスされて、これをなくすことを目的とする。3点目は復興ですね。これも着実に進んでいるということを紹介する。まあ、つまり、今日も署名この会場でやられてましたけど、昨年出た復興庁の法制の本当と同様の内容がですね、もう反映されていると、うん、原発事故を反省するような姿勢はむしろ後戻りしている、まあ、そのような内容になっています。2014年版も今から見ればまだまともだったなと思うんですが、まあ、その2014年版で私なりに6点ほど問題点を指摘していました。国の責任について書いてないんじゃないかとか、汚染廃棄物の問題ですね、深刻さを伝える情報がない、被爆による死ですね、これに関する情報が極力排除される、これは関連死も含みます。あと、人権侵害の状況について判断するためにいろんな基準の数値を示す必要がありますけど、それもない。ただ子ども向けの服の本なのに、子どもがですね、被爆の感染が高いということも一応可能性はあるということを触れているんですが、もう少しちゃんとですね、認めるべきだと。から、最後は放線だけじゃなくて、もう脱原発とかそういうことまで議論できるように枠をですね、放線全体、飲食全体に戻すべきだと。というようなことがあるんですが、当然これらの問題は全く改善されず、むしろ解約されています。あまりにもひどいということで、市民団体の協力ですね、いろんな活動が行われていて、撤回を求める署名活動、政府との交渉から、学校教育現場で、ストップかかったところもあります。から対抗する教材ということで、この現状教育市民委員会の、ね、私の方から少し提案させていただいて、まあ、その方向に行くかもしれないという、今そういう状況です。で、今日の話ですけれども、私らに批判的検討するんですが、まあ、できるだけ事実に基づいてこれを行うために、過去の彼らが作った論文との比較ですね、あるいはその他資料との比較を行います。これは私たちが2012年に副論文を出したときと同じスタンスでして、これはここにいらっしゃる皆様としてもいろいろ突っ込みどころがあると思うんですけれども、まあ、やっぱりその主観をできるだけ排除して、彼らが言っていることの中から言われても彼は文句言えねえでしょうと、まあ、そういうことからですね、この比較をやっています。なので、突っ込みどころが不十分だという動きもあると思うんですが、まあ、そのような形でお聞きいただければと思います。
比較する副都構は、まあ、メインの中高生用ということでございました。2018年版と2014年版がメインです。必要に応じて2014年版にない内容がありますので、それはその前の2011年版であったり校長の補正の本と比較しているということですね。まあ、その比較によって大きく3つです。削除された内容は何か、復活された内容は何か、から追加された内容は何か、この3つに分けてですね、最終的にはまとめて特徴の狙いを明らかにしたいという内容になります。それから、汚染に関する言葉ですね。農林水産物が汚染された汚染するのは汚染、この汚染という言葉がことごとく削除されました。これは大きな特徴です。本文中タイトルの中で使われていた汚染の出現回数が8箇所あったんですけど、これが1箇所になりました。まあ、つまり副都構の紙面を除染したんですね。なのでこの除染状況を一個一個確認します。まずここに除染された汚染が一つ二つとあります。で狙いですね、私たちみんなで二度とこのようないじめが起きないようにすることが大事、事故を起こすことをですね、防ぐ、まあ、そういう予防が大事なんじゃなくて、いじめを起こさないことが大事だと焦点がいじめに移ってるんですね。大きく3つで整理しますと、まず削除された方の内容ですが、事故を起こした原発の写真、広域的な汚染地図、汚染の単語そのものですね、から、イネスのレベル7、からエリアリティ仮説、子どもの被爆感性、このようにことごとく削除されました。復活した主な内容は、汚染の日常性や利用性を表す情報です。から、測定機器に関する情報を復活しました。追加された主な内容は、落下派の記述、それから、関係のないリスクの比較、いじめ問題、が復興の様子ですね。これから見えてくる狙いというのは、まあ、明らかですけれども、まずは汚染状況ということごとく削除したということは、事故の過小評価です。副都構紙面を除染したと。健康影響等についてですけれども、今日のメインタイトルの一つもなんですが、被爆の安全支援をですね、これをルールするためのものです。いじめの復興の情報がたくさん入ってきました。これはもう焦点ずらしと言えると思います。ということで、まとめになります。昨年改定された副都構は、薬事部ディスコミュニケーション強化戦略、これを反映してですね、まあ、問題点は改善されず、むしろ改悪なものとして出てきました。いろいろ削除されました。事故の過小評価ですね、その狙いが見て取れます。一方、落下の記述であったり、子どもの被爆感性、そういったものが削除されました。これは被爆のですね、安全心を悪くするものであろうと。で、いじめとか復興に対する焦点ずらし、これが見られます。ということで、まあ、ぜひですね、この危機意識を共有していただければ、ぜひ、上記市民委員会で新しい、まあ、対抗教材ができればなというのが、私なりの、期待、希望であるんですけれども、皆さんからもご指摘いただければ幸いです。